はい、皆さんこんにちは、トミーでございます。今日はですね、神戸市にあります神戸布引ハーブ園というところに来ております。ここでね、第2章をお届けしていきたいと思います。第2章はですね、予防医療の観点というお話をしていきたいと思います。予防医療ですね。はい、これ何とはやと言いますと、なかなか日本ではまだ広まってないんですが、広めていきたいというふうに、日本メディカルハーブ協会とか、そうですね、あとは日本統合医学協会とか、まあ、アロマ環境協会が推進をしているものですね。うん、で今までが、1990年代、ちょうど私がまあ生まれた頃っていうんですかね、ぐらいが、まあ、予防医療ではなくて治療ですかね。お薬、放射線とか医薬品とかを使って体を治療していくっていうのが今までの、まあ、こうメインでした。なんですけども、生活習慣病というのが、まあ、最近、すごく増えてきた、ここに30年ぐらいという時代背景があります。はい、で生活習慣病ってね、皆さんもね、一括りにすると、なかなかわからないんですけど、まあ、まず、皆さんも知ってるワードとしてはうつ病ですね。それから糖尿病とか、高血圧症とか、あと脂質異常症、まあ、要するに肥満ですね。まあ、そういったような、まあ、メタボリックシンドロームか、また噛んだけど、メタボリックシンドロームですね。そういったものも、出てきました、かなり。うん、で、こういった時代背景がありながらの、お薬では、例えばこうメタボとか高血圧とかってなかなか一気にね、下げれないと思うので、まあ、事前に予防をね、していきましょうというのが、ぶっちゃけ言うと、この予防医療というか、の観点でございます。うん。まあ、結局自分の身は自分で守れっていうところにも通じてくるんですが、まあ、とにかくその薬に頼らなくてもいいように、医者にかかる前に自分でケアしてくださいっていうところがね、あとは後期高齢者というか、後期じゃない、少子高齢化か。少子高齢化がめちゃくちゃ進んでますよね。皆さんのね、住んでる地域でも当然、日本全体で、超高齢化社会と言われております。50代以上の方が、もう5人に1人ぐらいの社会になってきてるんですかね。もうなりつつあるというような感じですかね。ですので、ここ何十年かまた経ったらですね、すごく後期高齢者が増えてしまうという時代になってますので、まあ、本当にお医者さんがね、もういくらあっても足りないというような時代になってますんで、もうそれはしょうがないと思うんですよ。日本の人口は減ってきてはいるんですけども、その人口比率ですね、若者と、高齢者の方ですね、またあと中年層もいると思うんですが、その比率っていうのはもうどんどん、高齢者側に流れてきてしまっているので、もう予防医療というね、医薬品に頼らない、自分でケアしてくださいねっていうふうにもう国もね言ってますし、そういうのを推し進めていきたいというふうに言ってるんですよ。なので、この予防医療という観点をね、ぜひ皆さんにも、心の片隅というか、もう心の芯に置いてほしいなという思いで、この予防医療をね進めていきたいという、私も思っています。で、それに一役か、買うというか、可能性を秘めているのがこのハーブアロマというところですね。で、医薬品っていうのは即効性があって、局所にね、自分の、例えば風邪をひいたら、その風邪を、ウイルスに対して、効果があるような薬を飲むということですね。近々で言うとコロナウイルスによるワクチンですね。あれもやっぱり医薬品ですね。そのワクチンに適合した薬、を、注射するっていうことですので、まあ、それが効かなかったら終わりっていうことにはなるんですけど、なので、まあ、そのコロナウイルスでも学んだことではあるんですが、我々っていうのはしっかりと、免疫力っていうのを高めて、事前に予防していきましょうっていうのがこの予防医療の観点です。うん。なので皆さんもすごく、まあ、コロナが流行って実感があるかと思いますが、免疫力、日頃から自分自身の、免疫力を高めてケアを怠ることなく、生活していくことが必要だなっていうのは身に染みて実感したと思います。うん、なのでコロナにかかっても重症化する人と重症化しない人、まあ、これは体質の差もあると思うんですけど、あらかじめね自分でケアをしている、そういう、まあ、習慣がある人っていうのは結構強いと思います。まあ、マスクをすることであったりとか、自分手洗いうがいっていう習慣ももちろん大事ですし、まあ、アロマハーブを活用したですね、自分自身の心のケア、体のケアっていうのをしっかり実践していってほしいなという思いです。はい、というのが予防医療のざっくりとした観点ですね。うん、なのでそういうのをぜひね取り入れてほしいなという思いでございます。はい、まあ、私もアレルギー持ちでね、注射とか、こう喘息持ちのね
呼吸をね、和らげるような、薬っていうのを散々使ってきたんですけど、まあ本当にね、猛抗生物質に頼る生き方っていうのはしたくないっていうふうに、まあすごくね、思ってたんですよ。はい。昔話をしますと、やっぱり私は、まあ体質的にですね、かかりつけの地元のお医者さんのその抗生物質しか風邪をひくと効かないっていうことがありまして、何度かこの動画でも言ってるんですけど、市販の医薬品が全く効かないわけなんですね。ルールとか、ベンザブロックとか、ああいうものをいくら飲んでも全然効果はなさなくって、結局そのかかりつけのお医者さんの抗生物質を飲むとすぐ治るっていうような体質です。なので、まあ、しょっちゅうね、そのかかりつけのお医者さんにね、行くわけにもいかないので、なんとかしたいなーって子供の頃からずっと思ってきたんですが、まあ、それで、まあ、ちょっとね、こう、わらをもすがる思いで、たどり着いているのがこのハーブアロマでもあるんですよ。なので薬に頼らない生き方は私も、まあ、散々ね、皆さんもお悩みのように探してきた人間ですので、ぜひね、使ってほしいなと思いますね。あとはこの、まあ、ハーブティーとかを飲んだらすぐ治るのかっていうとそういうわけではないんですが、予防医療というのはまずは、長期的に緩やかに治していくっていうのが趣旨になっています。まあそれしかないっていう感じですかね。医薬品がもう短期間で局所に効くっていう感じなんですけど、それと真逆で緩やかにホリスティックに、長期間継続してハーブティーを飲むことによって体をケアしていくっていうのがこの予防医療ですので、それをしっかりお忘れることなく、まあ継続して3週間からせめて1ヶ月ぐらいですかね。長くて3ヶ月間ぐらいは毎日飲み続ける必要があるっていうふうにも、言われてますので、1日1回ハーブティーを飲むだけでもかなり、改善されますので、花粉症の方であったり、私のようなアレルギー持ちの方はぜひ試していってほしいなと思います。それが予防医療ですね。はい。まあ、何度も言いますけど、今回第2章は、予防医療というのをね、皆さんにぜひ植え付けてほしいなと思いますので、こういった動画を撮らせてもらいました。また長々なりましたが、第3章続いて撮っていきますので、よろしくお願いします。それではトミーでした。バイバイ。